優子は賢秀の話に。ちむどんどん。信子は熱く心を燃やせるものを見つけました。食べるのではなく作る。自分が作った料理を家族でなくたくさんの人に食べてもらう。それを美味しいと言われる。その時、信子の心の中にどんな変化が生まれるのか。賢秀も熱く心を燃やせるものを見つけました。一気にお金を稼げるものが目の前にやってきた。家族のためにやっと役に立つことができる。しかしそれは深い闇の入り口かもしれない。第19話の話は、信子たちヤンバル高校料理部が参加する産業祭りヤング大会が始まる。信子のアイデアのヤンバルそばでライバル校5校の料理部としのぎを削る。ところが順調に料理を作り続ける途中、ありえない問題が起き、信子たちヤンバル高校は大ピンチに陥る。一方、良子は同じ教員の里美から聞かされた友人ヒロとの結婚話に激しく動揺する。そしてその頃、姉妹たちの知らないところで投資話に一攫千金を夢見た賢秀は優子さんを巻き込んでいた。第19話はこのようなお話になるようです。自分が最も好きで得意なこと、料理を思う存分披露できる。信子にとってはとても楽しいことでしょうね。しかもそれが対決ということですから、好きなことでは人に負けないという心理も働き、いつも以上に力を発揮できるかもしれません。問題が起き大ピンチになるようですが、さらに信子は力を発揮するのでしょう。そして良子は思いを寄せる疲労の結婚の話を里美から聞かされ動揺するようです。相手はその話を聞かされた里美。これは本当の話なのでしょうか。疲労の良子に対する態度からはそうは思えませんけど、彼の方も良子に思いを寄せているとしか思えませんが、真相はどうなのでしょうか。そして賢秀、優しすぎる母親にお願いする。優子さんは彼に対して本当に甘すぎるので、話を聞いてしまうのでしょうね。信子のピンチの裏で、もっともっと大きなピンチが比嘉家には訪れようとしているようです。第18話は、片桐劇場から始まりましたね。いや、下地劇場でしょうか。なんでいちいちポーズを取りながら歌子を探すのか、意味不明ですが、もっと意味不明なのは、渦巻き模様で目を回す。下地先生はトンボか何かかもしれませんね。夏休みの男の子たちに虫取り網で捕まってしまうかもしれません。あれだと手づかみで可能です。優子さんと良子が帰ってきて、お互い丁寧に挨拶を済ますと、信子の目くばせで、この人はやばい人だと気がついたのでしょう。歌子が何か？と優子さんが聞くと、音楽は人の心を動かし、人生を豊かにし、時に弱いものを勇気づけてくれる、と踊りながらというより、ミュージカルというのか。どうして下地先生はアクションがいちいち大きいのでしょうか。そして、歌子さんの歌は人の心を打つ。今度の産業祭り、みんなの前で歌わせてください。私は聞きたい、彼女の魂の叫び、と言い放つと、丁寧な挨拶をして帰っていき、これで下地劇場は終わりました。あっけに取られる三人。隠れていた歌子は困っているけど、あの先生は嫌いじゃないと。
まあ悪い人ではないでしょうね。ただ何もかもが大げさにしすぎな人。とても面白いですけど。信子が産業祭りで歌う?と聞くと、歌子はできるわけないさと。そうですね。内気な歌子が大勢の人前で歌うのは厳しいかもしれません。だけど勇気を出して歌ってたくさんの人から称賛されたら、彼女も少しは前向きな性格になるかもしれませんね。その頃賢秀はガナハという男からすごい話を聞いていました。1ドル360円が1ドル180円円高ということですね。それを1ドル720円という破格で今だけ買い取るという秘密の話をしていました。ほぼ初対面の人、もうそんな話信じる人はいないでしょう。しかし賢秀は完全に信じきっています。まあもしかしたら現在の日本はかなり円安に振っているので、似たようなことをしている人もいるかもしれませんね。朝食の時、賢秀は妹たちにこの話をしますが、もちろん誰も信じません。あまりにも話がうますぎます。涼子から母には絶対に話さないようにと釘を刺されますが、夜、優子さんが帰ってくると待ちわびていた賢秀は、涼子たちには内緒で一生に一度の頼みがあると血走った目でお願いしました。何をお願いするのか、お金を工面してくれということでしょう。彼は彼なりに家族を楽させてやりたいという思いもあるのでしょうけど、幼い頃からの彼の癖というか性格ですね。コツコツなんかやってられない、手っ取り早く楽にという性格。ヘアバンドもそうですね。つけているだけで簡単に頭が良くなる。これで賢秀は家族を巻き込んでとても大きな間違いをしてしまうのでしょうけど、彼にとってはとても大きなお灸、とても苦い薬を飲むことにもなるのでしょう。そして涼子と博夫はハンバーガーショップで二人、学校の先生らしい難しい話をしていました。涼子は勇気を出して産業祭りに博夫を誘うと、彼もそういうのが好きということでとても乗り気でしたね。涼子の思いが少し届きそうになった時、里美がやってきて、博夫が席を外した途端に、私、今度、博夫の両親と会うことになった。結婚式よ。必ず招待するから来てよ。と、意地悪い顔で言い放ちましたね。涼子は目の前が真っ暗になったでしょう。ほんの少し前、思いに近づいたかと思ったのに、一瞬で、奈落の底に落とされた気分かもしれません。奈落の底に突き落とした里美は、あい、気分悪いの?と何食わぬ顔。里美からとても意地汚いものを感じましたね。結婚は本当でしょうか。意地悪をしているとしか思えません。店から出ていく涼子を見つめる疲労の視線。彼も涼子のことを思っているようですが。そして信子の方は産業祭りのヤング大会に向けて料理部でヤンバルそばの試作に夢中。麺にシークワーサーを練り込んだものに決まりそうですね。うどんに柚子を加えるようなものでしょうか。兄弟4人それぞれの道を歩き始めています。最後までご視聴いただきありがとうございました。